そろそろやってくる花粉の季節。くしゃみや目のかゆみなど春に飛散するイメージが強いですが、今年はというと、鼻がムズムズして目がかゆくて涙目になってっていうのがもう1月頭ぐらいからもうずっとね、年々早くなってるような気がします。なんとなくで毎年多くなってますよね。言われる、なんか今年も倍、今年も倍って言って、ウェザーニュースによると全国的にスギ花粉の飛散開始が早まる見込みで、近畿地方では飛散量が平年よりも上回る予想です。なぜ花粉の飛散が早いのか、気象予報士の片平さんに聞くと、今年はあの皆さんご承知の通り暖冬だからというのが一つポイントなんですね。もちろんあの寒い日もあるんですけど、全体的にはこの冬は暖かいということで、つまり春の訪れも早くなってしまうんです。そうなると杉の花粉の飛散もいつもの春のタイミングではなくて少し早めに飛び始めるということで、もう2月に入ったらだいぶ飛び始めるんじゃないかなという、そんな状況になってきています。昨日大阪府守口市の耳鼻咽喉科では、毎年花粉症に悩まされている30代の母親と8歳の娘の親子が診察に来ていました。3日前ぐらいから最初鼻づまり、寝るのがちょっと 寝づらいっていうのと、で鼻水もやっぱり噛んでも噛んでもこう終わりがないというか、まだ1月やしなとか思ったりしたんですけど、まあでももう今年の傾向としてやっぱり断然ね、早く、そうなんですね、花粉症が始まってるから、あの可能性全然あると思いますね。この耳鼻咽喉科では今月中旬から花粉症の患者が増えてきたということです。症状が出ていた親子も診察の結果、花粉症でした。いや、まだやろうって思ってたんですよ。そうですね。でも症状的にも絶対これ風邪じゃないって分かるじゃないですか。そうですね。毎年そうやと。はいはい。ね、症状通りだと思います。はい。去年から花粉症がスタートしたっていう方が、もう早速今年ね、また引き続いて症状が出るっていうケース結構多いんですよね。年々まあ増えていってるというか、で特に今年みたいに早く始まる年っていうのはやはり患者さん多いと思います。乗り切るための一つとなるのが、こちらに花粉対策グッズの方をご用意しております。ずらりと並んだ花粉対策グッズ、花粉から目を守るメガネや洋服などにつくのを防ぐスプレーなどが取り揃えられています。私自身も以前花粉症で悩まされたこともありますので、まあ、できるだけ早いタイミングでですね、コーナーの方をちょっと大きく構えてですね、お客様にご提案できればなとは考えております。早い時期からの花粉、どんな治療が効果的？日常生活でできる対策は？花粉症の疑問をこの後スタジオで専門家に聞きます。はい、こちら暖冬の影響で今年の花粉の飛散早くて多いということで、花粉症に悩んでいる方、これショッキングな文字がね並んでますけれども、花粉症シーズンがもう到来してしまいました。視聴者の皆さんがくださった LINE 質問にもしっかりとお答えしていきたいと思います。ジェイコー大阪病院の耳鼻咽喉科診療部長を務めていらっしゃいます前田陽平さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速視聴者の皆さんが気になっている花粉症に関する質問を先生に伺っていきます。本当にたくさんの LINE 質問を送っていただきありがとうございました。ではまずはこちらの質問から、京都府60代の方、長い間花粉症ではなかったのに、急になるのはなぜですか、ということなんですが、先生いかがですか？そうですね、杉はやはりアレルゲンとしての性質が非常に強いものですので、それにやはり長年暴露していくと、ある一定の量を超えたところで発症してしまうといったケースが多いですので、むしろ、長い間違う
そうではないというふうな方がある年発症するというのはむしろ典型的ではあります。質問をくださった方のに60代からでも発症する可能性はいかがでしょうか。はい、そういった方いらっしゃいますが、やはりさすがにもうちょっと、まあ、その年齢が下の方が多いかなというふうには思います。これ花粉症になりやすい人なりにくい人っていうのはいるんですか。はい、もともともちろんそのアレルゲン側の要素と本人側の要素と両方あるということは間違いないんですけれども、どういった方が発症しやすいかというのをすごく正確には難しいです。ただやはり他にもアレルギーをたくさんお持ちの方とかは、はい、やはりその発症する確率がより高いというふうに考えていただいていいんじゃないかと思います。では続いての質問です。兵庫県60代の方、市販薬はどの程度効果がありますかということです。そうですね、市販薬と申し上げましてももちろんいろいろあるんですけれども、うん、最近ではですね、スイッチ OTC と言われるグループの薬なんかは、実はそのもともと医者が処方しないと、はい、ダメだった薬がもう薬局で普通に買えてしまうというような形で手に入るものも最近は増えています。ですので、なかなか病院に行くのが難しいと、そんなしょっちゅう行けないよというような方っていうのは、一度薬局でご相談していただいて、うん、そういった花粉症の薬を買って、まず最初はそれでやってみて、ダメだったら病院に行ってみるというのも一つのいい手じゃないかとは思います、はい、今は市販薬のお話でしたが、花粉症の治療他にどのようなものがあるのか見ていきます。まずは対症療法、お薬、経口薬や鼻の噴霧薬、目薬といったものがあるんですが、この対症療法について最近はこんなものもあるそうなんです。重症者の方には注射もということが書いてあるんですが、これ本当ですか。はい、その通りです。以前からですね、花粉症に対して注射っていうのを、いくつかの施設で行っていたんですけれども、それはどちらかというとステロイドという結構副作用の強いものを注射するということで、花粉症に使うのはちょっと問題があるといったところの議論がかなりあったんですけれども、新しいものはこのアレルギーのその物質を抑えるタイプのお薬で、最重症と言われるグループの方についてはこういったお薬が適用になる場合があって、効果はかなり高い薬です。安全性も高く効果も高いということで、気になるのはちょっとね、費用の方ですけど、ね、一回おいくらぐらいなんでしょうか。これはちょっとやや費用が高いというのがちょっと欠点で、ただご本人のアレルギーの数値とかによってもちょっと変わってくるんですね。で、安い方は数千円レベルなんですけれども、高い方は3割負担でもやはり数万円、3、4万円とかになったりもしますので。1回でどのぐらい効くんですか。ですね、3ヶ月使うことができるんですけれども、花粉症に対しては2週間に1回もしくは4週間に1回打つというスケジュールになります。まあまあお金かかります。先ほど申し上げたお値段は1ヶ月あたりというお値段ということになりますけれども、はい、効果は非常に高いので、高いと言ってた方でも一度使うと結構また次のシーズンも使いたいという方もいらっしゃいます。本当に花粉症しんどいですからね、もう私そうですけれども、こう発熱感があったりとか、鼻もずっと鼻水止まらないとか、ぼーっとしちゃったりしてとかってありますから、なんとかして抑えたいという方多いでしょうしね。ではもう一つの治療法を見ていきます。免疫療法です。アレルゲンを直接投与することで根本的に症状を改善する治療法というのがあるんですけれども、例えば治療薬を舌に入れてゆっくりと飲んでいく舌下免疫療法などがあるそうです。で、この免疫療法についてはこのような注意点があります。治療開始時期は飛散終了から次回の飛散までの間にということなんですが、ということは花粉が飛散し始めてしまった今の時期からは免疫療法は始められないということですか。そうです、その杉だったら杉のアレルゲンを口の中に置くという治療なので、ちょっとシーズン中のすごく反応しやすい時期に始めてしまうと副作用が心配ということで、もうやっぱりちょっと思い切り飛散している時期というのはちょっと開始しない方が良いというふうにされている薬です。となるとやっぱり今の時期からはもう対症療法になるということですかね。そういうことになるかなと思います。もうでも症状出てる方がいらっしゃるってことはもう始めた方がいいですよね。はい、その通りです。お薬はやはり早めに始めていただくことが効果的です。なるほど、視聴者の方から LINE 質問が来ていますね。はい、鼻うがい
これは効果がありますかということですけれども、いかがでしょうか。はい、これはシンプルに効果があると思います。やはりその鼻に花粉がついて症状が出るわけですから、やはりそれを洗い流せる鼻うがいというのは効果的ですので、ぜひ気になる方はやってみたらいいんじゃないかと思います。はい、では続いての LINE 質問いきましょう。滋賀県40代の方、薬以外で普段の生活で症状を軽減する方法ありますかということですが、事前に先生からポイントを伺っています。前田先生によると、まず花粉の多い日は屋内にいた方がいい、まあ、これはねなんとなくわかりますよね。ただ山より都会に注意ということですが、山の方が花粉多いような気がするんですけど、これで合ってるんですか。はい、これはそうなんです。先ほどお話にあったような秋の雑草の花粉とかはそんなに遠くに飛ばないので、雑草の近くに行かないということが非常に有効なんですけれども、スギ花粉はすごい長い距離を飛びますので、まあ都会の方にもたくさん飛んでくるんですね。で、山は土だからそこにこう吸収されていくんですが、都会はやはりアスファルト、コンクリートなので、一旦地面に落ちてもまた舞い上がってまた症状を起こしちゃうので、むしろ都会の方が症状が強く出るといったこともよく見られるケースなんですね。はい、ありました。では続いてのポイントいきましょう。布団、洗濯物にも注意、これはどういうことでしょうか。はい、これはですね、やはり外に干してしまうとたくさん花粉がついてしまうので、やはりもうそのシーズン中で花粉症の気になる方がいらっしゃれば室内干しがおすすめです。なるほど、大事ですね。はい、そして花粉対策メガネは有効、服の素材にも注意が必要ということですが、こちらもご説明お願いします。はい、先ほどの鼻うがいもそうですが、やはり実際に花粉が鼻や目に入る量を減らすというのが もちろん有効です。その意味でマスクや、まあ、メガネ、特に花粉対策メガネは非常に有効ですし、あるいは服の素材といったことで言えば、やはりモコモコした服をですね、着てお部屋に かけておくと、それはもうたくさん花粉がついているものをかけているということになっちゃいますから、やはりもうお部屋の中でもずっと症状が出ると。やはりツルツルのものを着ていって、できれば玄関とかにかけておくというふうにすると、まあ、それだけで違うと。せめて例えば家入るときに払うとか、家入る前に払うこと大事ですよね。そうですね、それもまあ有効なことになりますので、そういった細かいことで自分の花粉の暴露を減らすことで、まあ、やはり症状も軽くなるといったことになります。そうだ、視聴者の皆さんも気になってます LINE 質問。はい、はい、花粉症と風邪の見分け方はありますかという質問ですが、はい、これもよく受けるご質問なんですけれども、例えば、まあ、そのなかなかきっちり分けるというのは難しいんですけれども、はい、目のかゆみとかっていうのは、まあ、普通風邪では出ないですよねとか、あるいはその思いっきり青花が出るという状況であれば、普通は花粉症よりは風邪を疑いますねとか、まあ、例えばもうその8度以上の熱が出てますとか言うんであれば、やはりそれは花粉症より風邪の方が考えやすいといったことで、まあ、その共通している部分ですよね。サラサラした鼻水とかだと両方出ちゃうとかあるんですが、まあ、症状によっては割と見分けられる場合もあります。あ、あるということですね。はい、もう一ついきたいと思います。あ、花がいいですね。花粉症予防に効果のある食べ物、そうですね、このあたりもよくご質問のあることですけれども、明確にこれがすごくよく効くというふうに宣言できる食べ物というのは現在のところないんですが、ないんです。ヨーグルトが効くとか聞いたりしますけど、そうですね、例えば一部の乳酸菌などは症状を和らげるというようなデータも、はい、少しあったりするんですけれども、やはりそのお薬と比較するほど効くということはないので、まあ、お薬の代わりにヨーグルトをたくさん食べればいいと言ったことにはならないかなとは思います。じゃあ明確に効くっているものは今はない。そうですね、まあ、それでいいかなと思います。です、例えば血液検査で反応が出てる方とかは、症状がまだなくてもいずれは症状出るかもしれませんねとかいうお話はしますが、なかなかそこを予測するのは難しいです。やはり花粉の暴露の量を減らすといったことがやはり非常に有効ではあります。それは発症の予防にもなります。今日は前田陽平先生とお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございます。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。